今日本当はですね、違う動画を投稿しようと思ったんですけど、とある作品が素晴らしすぎて、いや、これはちょっともうすぐに動画撮りたいなっていうところで、急遽予定を変更して違う動画を撮影しております。あの、サムネであったりですね、タイトルでわかるかと思いますが、劇場版実写からかい上手の高木さん、こちらの作品の感想をネタバレなしで語っていきたいと思うんですけど、いや、めちゃくちゃ良かったんすよ。マジで。実写劇場版からかい上手の高木さんが、なんかそのからかい上手の高木さんの締めのお話としてはもうこれ以上ないなっていう内容だったかなと、ね、個人的には思った次第でございます。で、この劇場版実写からかい上手の高木さんなんですけども、そのまあイフストーリーと言いますか、高木さんがですね、あの島を離れますよみたいな、2時間だと離れ離れになりまして、ね、中3の夏に離れ離れになるんですけども、それから10年後に高木さんが島に帰ってきまして、で教育実習生として帰ってきますよと。で、西方ってね、その大人の西方はあの学校の先生、体育の先生になってるんですけども、その西方が教師として働いている学校は母校なんですけど、母校にまあやってきて、まあ久しぶりに再会しましたっていうところから始まっていくというところで、まあ、ここからですね、感想をお話ししていきたいと思うんですけど、まずはですね、この実写からかい上手の高木さんなんですけど、劇場版の他に、テレビドラマもあるんですね。で、このテレビドラマで、中学時代を描きまして、で、なんで高木さんがですね、島を離れるのかっていうところまでが描かれています。これがですね、テレビドラマの内容になるんですけど、このテレビドラマを見てないと劇場版楽しめないのかっていうとこなんですが、全く問題ございません。あの、テレビドラマ見てなくても、高木さんがですね、なんか島離れて、西方と離れ離れになったわっていう、あの、これだけ理解しておけば、何の問題もなく、劇場版入っていけるかなと思います。ただなんですけど、あの、からかい上手の高木さんに何も触れたことがないと。あの、原作も読んだことないし、アニメも見たことがございません。今回の劇場版が初めてのからかい上手の高木さんなんだっていう方にはちょっと厳しいかなと思いますね。そういう方はまあどれでもいいです。原作でもいいですし、アニメでもいいですし、まあテレビドラマでもいいんですけど、何でもいいから、とりあえずからかい上手の高木さんという作品に触れていただいて、で、西方と高木さんの関係性を把握した後に劇場版挑んでいただければ、何の問題もなく楽しめるんじゃないかなと思った次第でございました。で、今回のその劇場版からかい上手の高木さんなんですけども、高木さんがですね、教育実習という形で、西方の前に現れるっていうところがあるので、その先生になってるんですよね。生徒ではなく、先生になっている。で、ここが、まあ、すごくうまくお話として機能していたなっていうところがございましてですね、その学校の生徒に向き合う、まあ、西方であったり高木さんですよね。で、この向き合うにあたって、この二人の関係性が近づいていくっていう、まあ、もう元々近づいてるんですけどね。はい。近づいていくっていうところの描き方もですね、非常に面白いなと思いましたし、その生徒を通して、テーマを伝えてくるっていうところも、まあ、非常に面白いテーマがあって、よかったんじゃないかなと思った次第でございました。まあ、本当にですね、そのからかい上手の高木さんだからこそ描けるテーマっていうのも、あったかと思いますし、その良さっていうのを、まあ、十二分に活かしてですね、物語が紡がれていたんじゃないかなと思いますので、いや、素晴らしかったなというところですね。で、一番素晴らしいのはもう最後なんですよ。クライマックス。クライマックスが、いや、ほんまに良すぎて、いや、マジで。いや、これが見たかったんやっていう。これアニメでやってくれよって、心の底から思いました。もうそれぐらい、からかい上手の高木さんという作品の締めとしては、もう素晴らしすぎたなっていうところですね。で、こっからは、愚痴を言います。はい。今から愚痴言いますし、ネタバレめちゃくちゃするんですけども、からかい上手の高木さんって劇場版2つあるんですね。実質。実質2つありまして。まあ、1つが、今感想をお話しさせていただいております、実写の、作品ですね。今公開してますけど、からかい上手の高木さん。これが1個目の劇場版。で、もう1個は、アニメがあるんですよ。アニメもですね、劇場版、からかい上手の高木さんってやってて、まぁ、ちょっと、実写とは、まぁ、話は違います。イフルートっていうところでね、全然違うんですけれども、まぁ、もうネタバレしますからね、もし、まだ、劇場版、アニメの方ね、見てないんだっていう方はですね、ちょっとだけですね、飛ばしていただければなって思いますけれども、その、からかい上手高木さん、劇場版アニメなんですけれども、まぁ、最後、付き合うんですよ。西方と高木さんが付き合うんですね。西方が告白をして、まぁ、付き合いますよと。まあ
まあそういうオチになってるんですよ。まあこれは全然いいというか、まあラブコメなんで、やっぱヒロインと主人公付き合ってもらわんと、なんやねんってなりますから、そこはいいんですよ、全然。はい、付き合っていただいてね。あの、全然いいんですけども、その、西方が、高木さんに告白をする流れが、いや、マジで、クソやなと思った。あの、言葉選ばずに言いますけど、そんなオチあると思って。で、この、劇場版アニメからかい上手の高木さんってどういう話かっていうと、まあ、序盤はですね、普通にからかい上手の高木さんやってるんですよ。あの、高木さんが、西方をからかって、みたいな、ほんまいつも通りの高木さんなんですけども、後半からちょっと変わってくるっていう話で、まあ、オリジナルストーリーなんですけども、その、猫を拾うんですね。なんか、もともと飼い主がいるっぽいんですけども、なんか、迷い猫みたいなのを拾いましてですね、その、西方と高木さんでお世話をするっていう物語が紡がれるんですよ。で、飼い主を探そうっていうところで、なんかね、ビラ、ね、作って貼ったりだとかね、あの、配ったりだとかして頑張って探すんですけど、なかなか見つからないんです、飼い主が。で、今日までにもう見つからんかったら、飼い主が見つからんかったら、もう私たちで飼おうみたいな流れになって、なんか高木さんの家で飼うんやったかな。なんかそんな感じやったかと思うんですけど、親にももう OK もらって、あ、もういざ飼おうと。もう猫飼うぞって決めた瞬間飼い主見つかるんですね。で、飼い主見つかったらやっぱそれは返さなあかんので、お返ししますよっていう展開になっていくんですけど、もう飼う気満々やったし、もう猫にめちゃくちゃもう気持ち入ってたんで、高木さんショック受けるんですね。うわーと。あの、別れ悲しいわって言って、あの高木さんがめっちゃ悲しい表情を浮かべるんですよ。あんなポーカーフェイスじゃないですけど、基本的には明るい感じのね、あの高木さんが澄ましてる高木さんがめっちゃ感情出すんですよ。で、それ見て、西方が慰めつつ告白をしていくっていう流れで、まあ二人結ばれるんですけど、ええー、と思って、その、なんか傷ついてる心になんかつけるみたいな形で西方告白するんですよ。ここまでやってきてね、一期二期三期と、ね、サンクールかけてやってきて、で、劇場版までやってね、終わりがそれかい、みたいな。もっと西方には私は真っ向勝負して欲しかったんですよ。高木さんに告白するんだったらね。なのに、その猫を、まあ、言い方悪いですけど、利用して告白するみたいな、なんか、自分きっかけで告白してないっていうのが、まあ、すごく不満で、もうほんまに完全燃焼できなかったんですよ。からかい上手の高木さんという作品に対してね、うわ、ちょっと、微妙やわって思ってたんですけど、実写。からかい上手の高木さんのほんま最後のクライマックスはめちゃくちゃ素晴らしかった。この作品らしい終わり方だったんじゃないかなっていう、ところが私の中ではありましたので、いや最高でした。もう最高すぎてもうずっと泣いていましたもん。クライマックスに。だから15分ぐらいあるんですけど、まぁ、ちょっと長いかなとは思いましたけども、引っ張りすぎかなみたいな、部分はあるんですけども、でももうそれでもやっぱ最高なんで内容が。もうずっと見てたいっていう気持ちの方が私は勝りまして、はい。涙をね、流してしまいました。ほんまに素晴らしかったなという、ところです。私はね、からかい上手の高木さんが好きやから、あの、文句ないんですけども、強いて言うんだったら、まあ、2点あるかなと思っていて、1点目がですね、やっぱその作品の雰囲気を大切にしようと、西方というキャラクターであったり、高木さんというキャラクターを大切にしようという、気持ちが強すぎてですね、その大人になってもね、あの25歳ぐらいなんですよ。なんか中3の夏からちょうど10年って言ってたから、多分25歳だと思うんですけど、二人ともね。さすがにガキすぎるっていうな、中学生のまんま大人になりましたみたいな、あの感じなんで、そこにはちょっと違和感を覚えるかなと思いましたね。もうちょい大人じゃないと思って25歳って。っていうところは感じました。で、その高木さんと西方が中学生のまんま大人になってるみたいな描き方がされてるんで、逆に中学生がめっちゃ大人なんですよ。めちゃくちゃ大人に見えて、でどうなんですかね。最近の子供って大人なんかな。あの、わかんないんですけど、その悩みを打ち明けるだとか、まあそういうシーンあるんですよ。生徒さんがね、打ち明けるシーンなんですけど、いや、めっちゃ大人びたセリフ言うやん、みたいな。だからその、テーマのために言わされてるセリフ感はちょっとあるんですよね。そこは気になったかな、とは思いましたかね。で、もう一点気になったのが、これほんまごめんなさいね、めちゃくちゃ汚いことを言うんですけども、やっぱその西方がですね、アニメ以上になんか弱々しくというか、なんかおどおどした感じで描かれるんですよね。っていうところもあって、なんかその、おどおどしてる西方に対して、高木さんがこう優しくちょっと聞くみたいなね、耳を傾けるっていう、シーンがあるんですけど、で、それクライマックスにね、めちゃくちゃ入ってるんですけど、なんかそれ見てたらですね、なんか童貞が、勇気出して、風俗行って、
て、でもちょっとね、恥ずかしいからちょっともごもご喋ってて、で、それに優しく耳を傾けてくれる、あの、風俗嬢みたいな、なんかそんな風に見えた。ごめんなさい、心汚れてるんで。あの、そういう風に見えて、そこはちょっと気になったかな。もうちょい西方男らしいんじゃないみたいな。確かちょっと、なよなよしてるところあるかもわかんないけれども、そこまでじゃないんじゃないっていうところは、あの、思いましたかね。ちょっとだけね、解釈違いはあるんですけど、でも、からかい上手の高木さんという作品に対しての解釈は、私はアニメ以上に、あの、一致してるんじゃないかなと思いましたので、その高木さんが大好きっていう方が、実写見に行けば、めっちゃ満足するんじゃないかなと思いました。ただなんですけど、あの、別にからかい上手の高木さんに思えるとかないですっていう方が、この作品見た時にどう思うかは、ちょっと微妙かなっていう、ところではございますっていう。ことで、以上で感想を終わりたいなと思います。本当にからかい上手の高木さんが大好きで、で、アニメに対して不満を持ってる私からすると、実写はもうめちゃくちゃ良かったなっていうところがあるんで、あの、高木さん大好きだよって方はぜひともですね、見ていただければなと思うしでございます。ってことで、以上で終わります。見たよーって方はコメント欄で感想を教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、あの、おすすめ動画どっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーだけみんなどうぞ、OK で。